クローン病患者の非観楽性肉芽腫肉芽腫は炎症反応による病変の一つであり、顕微鏡的に類上皮細胞、マクロファージ、組織球、巨細胞などの炎症細胞が集合し、この周囲をリンパ球、形質細胞と繊維組織が取り囲んでいる素性病変のことである。免疫刺激の少ない異物により弱気される異物性肉芽腫と免疫反応を引き起こす。 不要性粒子により弱気される、免疫性肉芽種に分類される。生体内に異物が入り込んだ際に、それに対する防御反応として炎症が起きる。その結果、異物の有害性そのものをうまく弱体化できれば良いが、それができない場合には、刺激を和らげるために異物を隔離してしまえばよい。この隔離によって、 最大の効果を得ようとする活動が肉芽種形成である。このように異物を分解したり除去できるのか、それとも隔離するしかないのかは、宿主の免疫機能と異物の性質の相互関係にかかっている。十分な免疫力があれば肉芽種は細胞内に感染して殺すことのできない病原体を修生無症状のままコントロールすることも可能である。また、 肉芽主性反応は、異物だけでなく、主要細胞に対しても有効なコントロールをできる、ことがある。肉芽主反応を起こし得る原因は、非常に多いが、人の肉芽主の原因になるものには、感性研のデータなどからわかるものとして、以下のものがある。重要な疾患については後に衝述する。組織に侵入した異物や感染源あるいはそれらに、 起因する炎症反応の残骸は通常は組織マクロファージや探求などの鈍色細胞によって鈍色分解される。しかし感染源の中には鈍色細胞そのものに感染し細胞内で増殖するものもある。感染された鈍色細胞は活性化 T 細胞の放出するサイトカインによって1酸化窒素を産生し感染した生物を殺す。 また感染源を抗原提示し、これを認識した細胞障害性 T 細胞が鈍色細胞そのものを殺すこともある。こうして鈍色を従い物を分解できないマクロファージが類上非細胞となる。またこれらの鈍色細胞が T 細胞由来のインターロイキンマイナス4やインターフェロンガンマなどのサイトカインによって有層能を抑制され融合して巨細胞となる。 繊維化、反根化は、マクロファージ由来のインターロイキンマイナス1などによって、起こる。感染源ではないが、多量の異物や分解不可能な異物を鈍食した場合にも、肉芽腫が形成されることがある。肉芽腫は、結核の最も特徴的な病変の一つである。初期感染の後、完全治癒した場合は、肺及び肺門リンパ節の、感染層に反根が見られ、 これは治癒性肉芽腫と呼ばれる。また完全治癒せずに先行感染している場合は炎症反応が続くため肉芽腫が成長を続ける。この肉芽腫の中心は餌子を起こして炎症反応が及ばず結核菌が多数存在している。餌子部分はカッテージチーズ状に見えるため寒楽餌子と呼ばれ寒楽餌子を中心に持つ肉芽腫を寒楽性肉芽腫という。 進行性感染では、陥落性肉芽腫が肺全体に広がる。感染の初期には、一食い的細胞障害性 T 細胞のみが活性化しているが、感染が長引くと主要組織的合抗原クラス I の抗原定時による特異的 CTL の活性化と MHC クラス2の抗原定時による遅延型過敏反応型 T 細胞が共に活性化される。 活性化 CTL は感染したマクロファージを殺し、これによって肉芽種中心のエシが起こる。スイッチ細胞はリンホカインの分泌を行って、さらにマクロファージを活性化し、結核菌を鈍色、分解して感染が広がるのを防ぐ。しかしマクロファージの活性化が弱いと、浸潤してきたマクロファージがさらに感染してしまい、結果的に肉芽種ができることになる。 ハンセン病の臨床像は、非感染者の免疫反応の強さによって異なっている。細胞性免疫による遅延型過敏反応があると、先行感染となり、抗体産生が行われると進行性感染となる。小菌型では、類上皮細胞性肉芽腫に、多菌型では、組織急性肉芽腫となる。血管炎は、 肉芽腫形成を含む様々な炎症反応を起こすが、その詳しい原因は不明であり、また血節性多発動脈炎のように肉芽腫をほとんど形成しないものから、抗酸球性肉芽腫症のように肉芽腫病,病変が主な病変となるものまで様々である。抗酸球性多発血管炎性肉芽腫症はシ性、血管炎。 血管壁及び血管外肉が姿勢病変、抗酸球増加と組織への抗酸球浸順、気管支喘息からなる疾患であるが、このような病変を合併するのは、単一の抗原に対して様々な免疫反応が起こっていることが示唆される。ありがとうございます。